バセリンズはスコットランドのエディンバラで結成されたオルタナティブロックバインド。1986年から1990年にかけて活動。ニルバーナのカート・コバーンがバセリンズのファンであったことから解散後に再評価された。2008年に再結成し活動を再開している。友人ケリーとフランシス・マッキーの二人によって1986年に結成。 バンド結成時には、両者は交際中だった。ザ・パステルズのスティーブン・パステルに認められ、1987年、スティーブンが主催する、インディーズレーベル、コサードサードから、デビューシングル、サン・オブ・アガンを発表。その後、ジェイミー・シーナンと、友人の兄弟であるチャールズ・ケディを加えて4人組になり、1988年にセカンドシングル、 ダイイング・フォー・イット、1989年9月に唯一のオリジナルアルバム、ダム・マイナス・ダムを発表するが、ほどなく解散。ユージン・ケリーは、BMX ・バンディッツに参加する一方で、自己のバンドである、キャプテン・アメリカを結成し、ニルバーナのツアーのオープニングアクトを務めた。その後、商標の問題で、ユージニアスと解明し2作のアルバムを発表するが、1995年に、 解散。2003年にソロアルバム、マンアライブを発表。フランシス・マッキーは、ペインキラーズや、サックルといったバンドを経て、2006年に、初のソロアルバム、サニームーンを発表。1992年、サブポップから、ダム、マイナスダムの全曲に、シングル曲や、未発表曲も追加したコンピレーション版、ザウェイオブザバセリンズ』が発売された。同年には、 ニルバーナのコンピレーション版、インセスティサイドが発表された。同作は、バセリンズのデビュー曲、サン・オブ・アガンと、セカンドシングル収録曲、モリーズ・リップのカバーを含む内容で、バセリンズ再評価の引き金となった。2008年に、ユージン・ケリーとフランシス・マキーの二人で再結成し、ライブ活動を行っている。また、2009年に、 これまでリリースした2つの EP とアルバム全曲のリマスターに加えてデモやライブ音源を収録したベスト版 Enter the b a c l i n e s を発売している。8月7日9日 Summer Sonic に出演。2010年に前作から20年ぶりとなるオリジナルアルバム Sex with an X を発売している。ありがとうございます。